離婚や婚姻させていただきます。松田亮と申します。この作品に出させていただけるというふうになってから初めてこの離婚という役のイメージの衣装であったりとか髪型であったりとか撮影をさせていただいて、なんて言うんだろう、イメージ通りだったものと自分の想像の範疇を超えた、なんて言うんでしょう、楽しみがある撮影だったので、なんかより期待感が増したかなと自分の中では思ってます。楽しかったです。はい、リコンという役を演じさせていただくんですけれども、庭師の青年でして、本当に陽気で明るく植物なんかともおしゃべりできちゃうような なかなか面白い役どころになってるんですが、メアリーであったりとかコリンであったりとか、この物語の主軸になっていく子どもたちと一番こう心を通わせる役の一つだとも思いますので、そういった部分をすごく大切に演じていければなというふうに思ってます。シークレットガーデンというこの作品で自分は本格的なミュージカルというものに挑戦させていただくことになるので、歌であったりとかお芝居の技術面であったりとか至らない点があったりもするかもしれないんですが、自分がこの役に選んでいただいたのは少しこの作品にとっても新しい風を吹かせたいなという意味を込めて選んでいただいたと思っているので、異端児のような存在になるかもしれませんが、精一杯務めさせていただきながらディコンという役を、そして素晴らしい先輩方キャストの皆様と存分に楽しめたらいいなと思っております。ぜひ劇場に足を運んでください。とても素敵な世界に皆様をお連れすることができると思います。劇場で待っております。